どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。今日はですね、ガズレレのね、ウクレレたち、Gラボの、ガズのウクレレたち、ツートップのご紹介をしたいと思います。はい。ただいま、予約受付中のこの2本、ブラックビューティーモデルと、美しいブラックビューティーモデル。はい、これね、前回ね、先日ぐらいからこれ、ご注文いただけるようになったと、はい、毎度おなじみ、ガズモデルでございます。はい。美しい木目と、この素晴らしい、この、ね、なんて言うんでしょうかね、このとろみのあるような、はい。このウクレレ2本をですね、徹底研究して、比較してみようと思います。まずですね、これですね、2つともすごい大人気なんです。あとちょっとね、今、ガズの手元にはないんですけど、この、はい。ヴィンテージモデルっていうガズレレ G ラブで出してるウクレレ、このヴィンテージモデルもすごい人気なんですよね。で、僕もね、ヴィンテージモデル我が家に1本欲しいんですけど、まあ、あまりに注文をいただいて、ちょっとね、我が家まで回ってこないという状況でですね、今 G ラブチームにね、僕も1本ヴィンテージモデル欲しいって言ってると、本当は3本で引き比べしたかったんですけど、今はちょっと2本だったんで、今日はいろいろ2本引き比べとか検証してみたいと思います。まずね、このヘッドの感じはね、ほぼ一緒な感じですけど、この素材がやっぱ違うんですよね、この、こっちはね、はい、ちょっとこう、アバロンガイという貝を使ってます。こっちはね、ホワイトパールというのかな、なんか、はい、この雰囲気だいぶ違いますよね。この佇まいのこの違い、ポジションマークもこんな風に貝が違っていたりとかします。で、一番大きな違いはですね、実はすごく大きな違いがあります。見てください。このウクレレの幅でございます。はい。ブラックビューティーっていう、このね、ガズモデルよりちょっと厚みがあるんですよね。ちなみにこのガズモデル、こっちの方は、Gラボの薄レレモデルと同じ、厚さなんですよ。つまり、ブラック、オールブラックモデルっていうのはですね、このブラックビューティーの方は、ちょっとボディね、若干厚みがある。これが特徴になっております。そして、ガズモデルはここにカッターウェイといって切り込みが入ってます。これはもうほとんどね、デザインということだと思うんですけど、こっち使わないんでね、ガズの場合は。はい、こっちはね、フルサイズのボディになっていて。ボディの形状もね、よく見ると結構、大きいですね。はい。ブラックビューティーの方がちょっと大きめかな、という感じだと思います。はい。ガズのこの仕様はフレットは同じね、これ12フレット仕様になってて、ここで弾いてるんですよ、ガズっていつもね。ここのところのスペースで演奏しています。で、こっちもこうやって見てみると、後ろはね、こんなような感じになってるんですけど、これ両方とも、この僕のうちにあるウクレレをピックアップが内蔵されているウクレレだよということで、はい。この二つめちゃくちゃ、ガズレレ G ラボではもうものすごい人気のあって皆さんにご購入いただいてるんですけど、もうガズもめちゃめちゃお気に入りですから、もう日々のね、ガズレレ YouTube レッスンもほとんどこの2本、どっちか、かっこいいバージョンでは使ってますから、皆さん、音のね、感じは分かっていただけると思うんですけど、今日はですね、あえてこの2本徹底、弾き比べやってみようと思います。はい。まずはですね、このブラックビューティーからいってみましょう。はい。ちょっと今から同じコード進行でいろんな弾き方をしていこうと思います。いきますよ。まず進行。いい音です。はい。じゃあ行ってみましょう。まずはアルペジオから。いきます。せーの。このまま持ち替えてガズモデルいってみます。せーの。ちょっとこっちの方がとろけてるような感じ、マイルドかなって感じがしますね。ブラックビューティーの方がちょっとね、エッジが立ってるような感じがすると思います。まずちょっと皆さん聞いていただいてどう思うかだな。次ガズペジオ、せーの。あ、こっちもいい。もうこれどっちもいいんですよね。やっぱりいいウクレレだな、これ。めちゃくちゃ弾きやすいですよ。はい。そしたら次はね、8ビートいこう。せーの。ガズモデルでやってみましょう。せーの。こっちの方はね、やっぱちょっとエッチ、ね、
じゃあ皆さん、次はね、16ビートいっちゃう。せーの。ね、だいぶちょっとキャラクター違うの分かることない？これもね、どっちもいいんで、もうお好みだと思いますね。16ビートちゃう。ガズモデルでもやってみます。せーの。あ、最初は16ビートだった。せーの。本当めちゃくちゃいいです。まあとにかくコードも抑えやすいし、もう最高です。じゃあ次はちょっとカッティング的なものやってみましょうかね。せーの。小気味いい。なんかこう、シャキシャキ感がありますね。はい、じゃあガズモデルでも同じようにカッティングやってみましょう。同じフレーズですからね。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。お、こっちの方がなんかこう、ミドルの息が出てるのが中音がね。ね、こうやって弾き比べてみると、やっぱり結構違うもんですね。お互いキャラクターが違うのはよく分かっていただけると思います。じゃあ最後に、レゲエみたいな感じでちょっとね、のんきな、感じでやってみてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。いいね。よし、じゃあ今度ガズモデルでも同じ感じでやってみると思います。ワン、ツー、スリー。はい、弾き比べてみました。皆さんどっちが好みでしょうかね。はい、これお値段もね、結構違うんですけれども、まあすごくこれも、大活躍していると思います。まあでもこのね、ガズモデルの特徴はやっぱこの選び抜かれるこの木材のね、この木目とかですね、やっぱりね、やっぱり手がかかっている。こっちの方がね、やっぱり作り方においてはすごく手がかかっているんですよね。まだそういうことでお値段の差が出るんですけど、ブラックビューティーもかなり検討しているというか、もうすごいいいですよ。はい。ぜひ皆さん、このガズの G ラボのウクレレの2トップも本当はもう一個ここにあるヴィンテージモデルも加わるんですけど、このヴィンテージモデルが我が家に到着したら、またちょっとね、こんな感じで比較動画撮ってみたいと思うんですけど、ぜひともこのウクレレたち、今ね、大好評でガズレレ公式ホームページで予約注文、これ予約注文になっちゃうんですよ。受け付けておりますので、ここのね、サイト、ぜひ行ってみてですね、チェックしてみてください。いろいろフレットの、フレットがどこまであるかとか、コンサートサイズ、これない。そうだ、言い忘れてた。両方ともコンサートサイズですからね、ソプラノサイズも選べるようになっています。あと、ピックアップをつけるかつけないかとか、いろいろ選べる仕様になってますので、その辺のこともですね、G ラボのホームページで確認していただければと思います。なんかわかんないことあったら、そこにお問い合わせできますので、お気軽にお問い合わせください。今日は、この2本のウクレレ、めちゃくちゃ弾き比べてみたぞという、そんな動画でした。皆さんごきげんよう。ガズレレと G ラボウクレレ、最高だよ。よろしくお願いします。さようなら。